今個人ルーム配信をさせていただきます。こんばんは、のびーぬタルタ、こんばんは、シュプリーマ、コンポタケシ、ランス、衣装、そう衣装、ポップポップ、ごめん、あの静かなところで配信しようと思ったんですけど、場所がちょっとなくて、残念ながら、残念ながら20分、わーわー、うん、毛穴バレちゃう、あ、まつげバレちゃう、まつげあげたのバレちゃう、あげたのバレちゃう、バレちゃった。こんばんは。ちょっとね、なんか非常階段かどっか行こうかなと思ったけどね、行けるところになかった。大サービス。ふみしおり。ふみしおりが今、黎明の若さんとお話ししてたみたい。仲良し。コンポタケシ。ナンシー。あれ、読んだっけ、もう名前。のびーのお疲れ様。衣装だよ。コバちゃん、タチさん、こんばんちゅうたろう。やばい、どんどん流れてっちゃう。ライブお疲れ様、ありがとう。豆キュービコ、これ今今日日曜日だ。そうそうそうなんですよ。そう、日曜日担当になったんです。ふーちゃん、ケッケ、コバちゃん、タチさんに会いたいよ。会いに来てよ、会いに来て、待ってる。ゆってぃ、こんばんは。お制作、あ、復活したの、やったね、見れるようになった。パンダちゃん、こんばんは。室町三井来たん、室町、これと室町の3階だよ、3階、3階上がってくるともう入り口すぐ分かるはず。けけ、デコだし、あ、そう、今日ね、デコ、デコ超出てた、デコ超デコ超、ライブでヘドバンしてたら、ヘドバンしたらピン取れた。やべ、クリップ。今日はもうこれで出た。りわちゃん、こんばんは。パンダちゃん、コレド室町っていうところの中入ってきて。コレド室町。コレド、コレドってローマ字、ローマ字、英語で書いてある。コレド室町の3階にあります、室町三井ホール。フルニー、こんばんは。ささスピードへ、こんばんは。ショップにもおでこ助かる。のぞちゃん、こんばんは。ライブの合間にささ今日ね、お菓子のケータリング置いてあった、食べてないけどね。エリーゼがあった、エリーゼ。今日のセットリストは、なんだっけ、SEE、バンザイファイター、アフロダイナマイト、ワビサビ、ジャンピンナッツさんでした。笹川は最後の3曲出ました。さっきのお台場、ありがとうね、本当お台場来てくれて。でもお台場ね、楽しかったよ。キッチンカーめっちゃいっぱい出てたし、ステージでっかかったし、人は全然いなかったけど。でもキッチンカーの人たちがさ、なんかアイドルさん無料であげるよみたいな感じで食べ物をみんなにくれてん。さやとリマとね、ポテトと焼きそば食べた、かき氷と。特典会もおでこ、おでこ、おでこ、このまま行く。もうさ、前髪うねるから前髪下ろしたくない。汗かくともう超うねりが入りすぎて。バズレさん、フォローをしてくれた、ツイッターありがとう。なんかキラキラくれてる、ありがとう。バズレ、バズレ、シュプリーマ無料太っ腹すぎる。え、そうだよね、本当に焼き物、あ、そう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 、新潟の人ですよ。新潟のその焼き芋だけじゃなくて、トウモロコシとか、あと新潟のタレカツのタレとかももう販売してるキッチンカーさんみたいなんですけど、芋のすけ、タレ太郎だっけ、芋のすけ、
さん、お店の人がすんごいめっちゃいい人だった。で、新潟なんですかってすごい。2022年からお店始めたんだって。まだ始めたばっかだ。皆さん、首都圏中心にいろんなとこ移動して出店してるみたいなんですけど、東京、埼玉、千葉拠点に、行けるときぜひ行ってみてください。お店の人めっちゃいい人だから。笹川笹さんの投稿を見て来ましたってプリマ前髪うねるよね。わかる、わかってくれる。前髪超うねるんですよ。本当に癖毛がひどい。プルにガチで終わらせるんじゃなくて。あ、そうなの？間に合わなくてってこと？バズさん、あ、大変だ。9月に、会いに来てくれる？9月待ってる。9月さ、なんか笹川が結構土日が結構遠征行ってたりとかもするので、今度9月のスケジュールツイッターとかに載せるので、ちょっとそれチェックして会いに来てくれたら嬉しい。平日は多分都内にいると思う。あ、でもたまに金曜日、9月9日金曜日は北海道か。金ちゃん笹尾しか勝たんすぎて。笹尾しか勝たん。今日は一緒のバージョン。ポップ。ビビこんばん。こんばんは。今日早い時間の配信だから見れたね。のびてこ川でこ。そう、家帰ってから配信だといつも遅くなっちゃうからさ。だからこの時間に配信できるのありがたい。いつも遅い時間見れない人とか来れないもんね。だから今日ちょっと時間あってよかった。特典会までバレた。京都の2日目の大抵早く出てほしい。京都の2日目、あ、そう、京都の2日目ね、また別のイベントになるみたい。18日と多分ね。まだこっちにも来てない。送られてきてないですね。あ、いやいや、オーシャンジンベイ。え今の何だったのノートくん、こんばんざい。セット、チョリマスクして扇風機たトンチが効いてない。トンチ効いてるここの出てるところに当ててるから。そう、風ちょっと暑くて、ライブも暑くて暑くて暑くて。幻聴、うん、幻聴。何か聞こえましたかね今何か聞こえましたかあ、この曲知ってる。群馬県から、お疲れ様。群馬草津温泉え、扇風機とマスクの色似てる。かわいいこの色。みんなも暑いだろうからね、涼んで。あ、爪が。ゆって咳大丈夫？うん、全然大丈夫。竹の子久しぶり。めっちゃ久しぶり。え、そう、竹の子のツイート中々見てるけどさ、最近ないんだなって思ってた。おとといちょっと待ったんですけど、おとといってどこだったっけ？おととい近未来会館断念しちゃったんだ。来てくれたらよかったね。東京来たの？あれやで、9月の10
18、19、京都行くからよかったらおいで。17が名古屋。ピンちゃん、今日もささかわいい、溶けそう、溶けた、だろ、溶けたらまた冷やし固めてあげるね、冷凍庫に入れて。ごくお疲れ様でした。それにお台場でサプライズできて、あ、やっぱサプライズだったんだね、あれすげえ良かった。突然現れたフルニー。あっくん、ライブ後相変わらず汗かき、あ、ライブ後相変わらず汗かきですね。あっくん、こんばんは。え、めっちゃ汗かく、本当に一曲でもめっちゃ汗かく。よし、こんばんざーい。アニサマ京都アコースティック。なんで考えておきます。あ、9月の10、18、19らへんってことか。いや、待ってるぜ。いや、アニサマアコースティックオンリーってことか。トラトラさん、こんばんは。あなた、ユーミンとさっき会いたすぎて溶けそう。俺、溶ける前に来い。来い来い。フルニー、予想できないところで駆けつけるから。え、ね、フルニー、いつもさ、気づいたらさ、突然壁のところからそって見てたりするからさ、幻覚ってなる。幻覚？いや、あれは本人、フルニーってなる。たっくん、こんばんは。ひなた、モニ、うん、今夜だよ。モニじゃない、ちょっと中学生の英語からやり直してきてください。モニモニ。よし、27日の横浜、おお、来てくれんの、サウザンドクラブ。27日は確か昼だったよね、横浜が。まだ大抵は出てないけど、昼の時間帯に出演のはず、27は。で、もう一本ある。お、おけえり。なにこれ、ちゃんにもさ、やっぱさ、ミルフォッツァだよね。なにこれ、絶対ハマる才能ある。いや、ハマる才能あると思う。なに、ハマる公開オンエア。あー、ハマってほしいの。かわいい。はい、ありがとうございました。東海オンエアにはめられそう、はめられそうじゃない、東海オンエアにはまらされそう。わかんない、まだ全然見てないけど。東海オンエアにこの前、あの、峯岸みなみさんと結婚した哲也さんがいることしか知らない。それは知ってる。あの、笹川が前ジャックオブ東京でカバーした断捨離彼氏の MV にも出てたから、それで顔を覚えた。あんま YouTuber の動画見ないんだけど、ののかとふみが東海オンエアに、東海オンエア好きらしい。今日も蒸し暑い中でのライブ頑張ったよ、頑張った。あ、コナン、こんばんは。バルタ、現場って囲みチェキある？あるよ、現場。3000円で取れる囲みチェキ。サワヤン、こんばんは。ライブ終わり。あ、今何分ぐらい？ひな、今ふて寝から起きたのでモーニングです。お、こっちとらライブしてたんだぞ。お、ゴストレイ、ゴストレイ、こんばん。あ、さっきチェキありがとう、頼んでくれて感謝です。
お台場、お台場らしい多分の音お台場かな。さっちゃんって、え、YouTuber 全然知らん、わかんない。なんか有名な人は名前聞いたことあるなぁぐらい。えらい。動画撮ってたからね、ちょっとお静かにしてました。なお、ありがとう。もうちょっとで配信終わる。あ、20分頃から特典が始まるので。そうやん、囲み席あるよ。現場もオンラインも撮れる。お台場お疲れ様でした。はい、今週は、あ、会えなかった。なんで、どこ行ってたん。最近全然誘う人と全く会えてなさすぎて、誘い役さん0人とか平気である。悲しい。たけのこさっき、サンシャイン聖地巡礼兼観光で沼津行って、主人公の実家の旅館泊まって、昨日は幕張で冷ますね。息継ぎしなかったから、息が。あ、実家の旅館、あ、本当にあるんだ、あれ。あれね、アニメ見てたからわかるよ。おー、うさちゃん、偉い。静かにできて偉い。静かにするの得意だから。うるさくするのより静かにするの得意。たかっぺ、こんばんざい。たかっぺ、9月18、19、京都遠征行くけどいる？京都だったら来れそう。ゴッソル、偉い。プリマ、偉い。タミタミ、こんばんざい、タミ。こんばんちゃん、ササちゃん、かわいい。物販地面邪魔しない。なんか多分動画撮ってた、のっける。SNS の偉い。だけどさっちゃんかゆみちゃんと話したいけどすごいらしい。報告とかしたいので。え、報告何？結婚のご報告。待ってるよ。話す。どうしよう、突然結婚しますって言われたら相手誰よってなっちゃう。シューマン、こんばんは。でも新潟関連のツイートすごいいいねとかしてくれる。トシシ、おつささあ、アカウント変わってる。トシシ新しいアカウントや。だからって9月18日今、あ、言おうとしたとこ。いるあくちゃん、あいちゃん、もうすぐ特典会始まっちゃうからもうそろそろ配信終わるけど、また帰ったらチアストと公式配信やります。なので今月仙台に全振りしたから今週末は、仙台あと10分もうそろ終わります。もう終わろうとしてた。来週末、え、来週末と日休める。ああれだ、え、ん、来週末が、ん、あ、来週末が27、28か。さあ、あ、よろしく、待ってる、ありがとう。さっちゃん病んでるから、ありがとう。さわやん、ささちゃん予約で、そうだよ、ささおしさんはささやく絶対待ってる。
ながいるとニコニコする、単純笹が単純だから。一泊二万プラス伊勢海老とか課金で3万。え、すごい、伊勢海老課金したの。しかも新潟物産展、なん東京駅のもうすぐ終わっちゃうよ、24日で。だって KB ソウル、WB もいるし、サッシャもいるから行きたい、イエーイ。そうだよ、来なきゃ、今日なきゃ日本語喋れない。だけど結婚どころか相手いなかったか。クリちゃんこんばんざーい、リコまたね、プリもありがとう。とかってもしかしたら出張中かもやけど、日曜日やから。あ、出張先からビューン。KBS ホール、 KBS ホールね、綺麗です。後ろがなんかステンドグラスみたいな、教会みたいなやつ。終わったかな。よし、じゃあありがとうございました。はい、これから特典会行ってきます。よかったらオンラインの特典ゲットしてね。デコ出てる今日。バイバーイ。